はい、でも今日ペイちゃんね、さあこういうことやっていきましょうということで、今回ですけども新しいガチャが来ておりますね。まあ PC 版にね結構前から来てたんですけど、まあ引いてなかったんですよ。なのでちょっとね今回引いていこうと。まあ目玉はまあこれだろうね。パラシュート月光の下、0.25%。まあ、確率的にもこれ、まあ、もう一種類ね、パラシュートはあるんですけど。で、金銃が M88C、確率 0.5%。で、リュック。これリュックなんだよね。0.9%。だいぶ当たりやすくなってる。で、もう一種類、リュック。月光の下のリュックバージョン。で、なんとですね、金の、手榴弾が追加されてますね。これ、あれだよね。激アエフェクトとかあるんでしょ？ほら。ねえ。これは、あれだね。俺のグレーの方がいいな。音鳴るし。で、パラシュート。ね、これすごいな。これね、東京マップ弱そうだな。東京マップ、飛ぶパラシュートと飛ばないパラシュートがあるんですよね。まあ、やってる人はわかると思うけど。で、衣装。はい。BGM ですよ。まあ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 、普通にねって感じ。めちゃめちゃやられてるじゃん。めっちゃやられてたぞ。まあまあこんな感じとなっております。衣装はいいかな。まあ、パラシュート欲しいね。お、なにこれ。なんか超無課金さんのあれに似てるね。で、馬と、ボックス。はい、まあこんな感じですね。で、凡用チケットがね、なんと今回使えるんですよ、超久しぶりに。なんで、このバラのさ、手榴弾と金銃をさ、ここで交換しとけば、ガチャで当たった時に仕様が変わってなければ金チケになるはずなんですよね。なのでちょっと先にもうこの凡用チケットをめったに使う機会ないから、本当にめったに使う機会ないから、もうこれ交換しちゃって、でガチャでさらにまあ、手榴弾と、M88C を狙っていこう。これはもう交換しちゃいます。本当にね、凡用チケットがもう1年に一度使うか使わないかぐらいな、それぐらいなんで、これはもう使っちゃいましょう。で、パラシュートの2種類が入ってないんだね。なるほどね。やっぱあれが目玉なんだな。はい。まあ、ということでね、こっからが本番ですね。157個も勲章あるから。で、さらに引けば、ね、この辺のボックスがもらえると。最強じゃんね。待って。あ、これ、上に上がるパターンじゃないからスキップでいいか。これはスキップでいいやつだな。えぐっ！全部チケットじゃん。全チケ、ありがとうございます。ここでまたさらにチケットがまた溜まってきて。スキップ、こっからスキップで。はい！あ、これあれか、リュックの方か。はい、来た、金チケと思ったらリュックでした。いきます !30 連目、はい。お、おお、はい、来ました、金チケ。作戦成功。いや、こういうことだよね。ここで金チケを爆増させていく。この、溜めてた勲章で。さらに、引いた回数、お、これはリュックの方か。引いてた回数の、ボックスから、またさらに勲章が生まれると。ごめんね、ちょっと寝起きすぎて、舌がね、お、あー、これあれか、リュックの方か。頼むぞ。いっぱい当たってください。金チケを。インチケ爆増計画。待って、これボックスもらっていい？もう100年引いたわ。はいはい。あ、何これ、スタンプもらった。これ何個もらえる合計で。57ぐらいからスタートだったよね。まあ45かな、45個。はい、お願いします。いっぱい出て、インチケ。んー、ちょっとなんか全然、こんなになんか引き悪くない？めっちゃ引きが悪い。え？ちょっと待って。おいちょっと流れ悪くない？なんか。全然金出ないんだけど。ちょっと頼む。本当に。金地系爆増計画。ちょっと待って。やばいな。なんか流れ悪いわ。ちょっと待って。月のパラシュートは絶対当てようと思ってたから。それ当たるまではちょっと引いていこう。ちょ、本当に、ちょ、マジ？なんか急に金がさ、ちょっとそんな出ない？結構金のあの手榴弾とさ、あの M88C 出やすいはずなんだけど、ちょっと全然出ないな。ちょっと待って、一旦流れ切ろっか。一旦ホームに戻ることによって、これで、ちょっとね、ガチャテーブルが変わるから、俺の中で。
お願いします。こっから変わるはず。頼むぞ。こっからマジで頼む。マジで頼む。あーでもほらね、出てなかったこの打ち刀と馬が当たっていく、これ流れ完全に変わってるぞ。こんなに引いて当たってなかったこの2種が今ここで当たる。はいはい、来た。はい、金地系来ました。ありがとうございます。もっと来ていいよ、もっと来ていい。てかパラシュート、パラシュートが来ない。はい、2章をポンプしていく。はい、はい、ありがとうございました。お願いします、頼む。あと40連ぐらい頼むぞ、本当にお願い。来た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 、よしよしよし。しかも M88C も当たって金地系がゲットしていく。ちょっと美味しくないこれ。普通に金地系美味しいから、ちょっともうちょっと引いていこうか。あと30連か。もう引いちゃう、これ。全部行こう。全部行きます。馬がゴールデンピースに変わるの、ちょっと地味に面白いな。ラスト10連。はい、カモン。ダメでしたと。まあまあまあ、でもね。まあまあ、でも欲しかったね。パラシュートあったとして。凡庸チケット、また500倍とかになったんだけど。また次、あれだね。ちょっとこの作戦使えるな。同じような。まあ、これくらいの確率だったらやってもいいよね。これだけ当たらなかったね。まあ、こっちはいいよね。こっちが俺は好き。はい。まあ、ということでちょっと実戦でね、一旦使ってみようか、これ。バサー。さあ、ということで、やっていきますか。こういう感じ、いいね。いいじゃん。おしゃれ。おしゃんです。だって後ろ降りてんな。後ろ降りてます。ちょっと中かもちょっとマジでね、寝起きだからちょっとエイム定まるかすごく心配。どこ行った、後ろのやつ。あれ、後ろに降りてたやつどこ行った。安全地帯の中でよかった。降りてたよね、確実に降りてたんだよな。あれ、ああ浮いた。 AK でね、ちょっとやれる自信がなしのすけなんですけど、あーちょっとあいつやれるか、あれ、あーはい、そっち行っちゃいます。でも左に来た、全然当たんねえ。そんな立ち向かって、あいた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 、何すごい遠くから探しに来た。あ、 OKOK、 これぐらい当てればあとはもうグレで押し込んでいく。おねんねしな、okay、でそれを救助しようと左から右に行きますよね。あ、 OKOKOK、 16最高。来た、もうお前は逃げられない。おねんねしな、okay、なんかパラシュートのマークあったな。検討場あたりから来てる。着々とこの5個が気になる。待って、なんか奥走ってるさ。おねんねしなバタコさん、おねんねしだ。おねんねしだ。これ検討場かな、さっきの違うよな。あ、いるね。これじゃない検討場勢。違う、来た。待て。ねえ、この変な棒がさ、邪魔だった。 AUG じゃなかった。あー出た、 AUG AWM セット。これだな、検討場おそらく。これでもういないはず。なんかいる。おねんねしな。いないはずって言った瞬間に目の前にいたわ。お金えぐいことになってるやん。ちょっと買い物しに行こう。どこがいいかな。一人だからね。ちょっと守りきれるところがいいんだけど。水道行く？開いてんな。あ、水道で。あー、やり合ってんな、そこか。ちょっと待って、ワンチャンやれんじゃん。今日降る。どう？痛い。ダウンか、まだいるか。痛い、しな。もうちょい。痛い。ちょっと待って。そっ、くれ。そう、一旦ここまで離れて。ちょっと目の前にいるし。回復入れたいけど、先にグレー投げる。残り5チームになりました。先手です。攻めの気持ち、オッケー。これ多分ね、俺今止血入れてたら先に多分投げられてて終わってたんですよ。危ねえ。こっちからなんか来そうじゃない？来ない？
あいつも激老だっつって来ないか、来ないんだったら、来ないんだったら今の死体箱から使ったグレを回収したい。グレは大事。グレあったあったあった。1個しか使ってないからこれでトントンだね。木炊いたってことは来るかな、どうだろう、来てんな、来ましたね。2枚か。今俺がさっき倒したやつの物資漁ってんじゃない。待って、お願いした1枚90いかないかな、救助しに行かない？あー、お願いした。そう、救助しに行かない、グレで飛ばしたのに。決意な救助を取りにするっていうね。その裏だよね、移動したかな。当たり判定あるけど、車に当たってるのか人に当たってるのかわからない。ここは当たり判定ないか、もういないかな。これ最後にしよう。なんか車に当たってるっぽいな、車の当たり判定っぽい。どうしよっかな、ちょっとグレーあと2球しかない、だいぶ使っちゃったな。もう分かんないからね、先に暗示を取っとこう。今回ソロデュオなんでね、先に取ってた方が強いっすよ。いないよね、いないよね。でこっちから絶対来んだよさっきのやつが。だから先に暗示を取って後ろ来えな、こっちを見張っとくと、で相手は暗示に追われながら入ってくるから、そこを16でズドンとやっていくと。あと3枚です。来ないな、山行った、もしかしてこれこんなに来ない。ちょっと待って、危ない、九死に一生、危ない、危ない、とこあった。これグレで、グレでやって、あ待って、先にやめて、危ない、当たったんじゃない、痛いんじゃないの、ちょっとお互い回復。危ねえ、お互い回復挟みませんかって言おうと思ったのに、危ない。あれ待って、4のままなんだけど、どっから起こされてんだこれ、どっかで蘇生復活されてるぞ。アンクレが、もうちょっと弾を、あ待って、 やれてんだこれ、今チャンスだな、行こう行こう行こう、今チャンス、今スーパーチャンスです、行け。あーいたな、1枚1枚はいた。あいつと誰かのやり合ってる。あ待って、すげえとこにいんじゃん。ねんねしな、ねんねしてください。もう一人いた。あれ俺がさっき見たのでこの人だっけ。ねんねしな、ねんねしな。あれこれだった、俺本当に今さっきさチラッて見たの。安全地帯が縮小しています。上と下でやれてたのかな。ってことはもう1枚がどこにいるか全く分かんない。どこだ、あれさっ、あれかな、あれじゃなかったとしたらもう1枚もこの辺にいる。てかダウンだったから1枚近いんじゃないの。どこだ、あと1枚なんですけど、お姿が見えない。え、分かんねえ、あれ人かな、なんか、え、あれ人か、うん、人じゃない、人じゃないな、いや分からん。怖い怖い、くさげされてる。アンチ、アンチ締まりきったな。新たな安全地帯が確定しました。痛い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 、どこどこどこ、危ない、死ぬ。あ、積んだ積んだ。くそ、いやー分かんなかったな、まあしゃないな。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。明日ね、
19時から高活祭がねございます。フェイタンさん、本間ひまわりさん、サクサンカノンさんとね、4人でちょっと優勝目指してね頑張るんで、まあ、もしよかったら、明日ね19時から生放送しますので、ぜひ応援に来てください。